はい、老学士の塔とでも言いましょうか。行きましょう。もうちょっと、あ、そうね、もうちょっとだけマップあるのよね。まあすり抜けていくわけですが、すり抜けられない。まあ、この分だとボスもね、そんなに強くないでしょう。まあ、キングスライムがビビってるから舐めてるとって言ってたけど、この雑魚戦、こういう雑魚戦が続いちゃうと、やっぱり油断しちゃう感じになってくる、きます。体が、ちょっとうぬぼれてくるというかさ。まあ、そんな感じになっちゃいます。うん、だってそのグラコスのところもザコがまず強かったでしょ。ザコが強くてグラコスもそんまあ弱くなかったもんね。普通に弱くなかったので、でまたこれをこいつだと戦うダンジョンでのボスですから、まあグラコス以上ではないでしょう。まあ、これは願望です。あ、確かに。本当に願望。おめ、どこまで来んだよ。どこまで、あ、ちげえよ。もうスラッチだったわ。スラッチ適当間違えた。おっと、お、足場がもろくなってんだ。行かない方がいいぜ。スラッチ、優しい。おい、これは教えてくれよ、スラッチ。後ろも気をつけた方がいいぜって。スラッチいいやつ。冷たい息とかもう弱えから、せめてそこは凍える吹雪だろう。なんで急にこんな弱くなったんだろう。まあまあまあ弱くはないけど、弱くはないんだけどね。がっつり見てる、上から見てるわ。くっ、でもあの壺は取れるでしょ。まあツボックの可能性は高いけど、ツボックじゃなかったんだっけあれ。あ、でもツボックもう出たからいねえか。結局なんもないパターンかな。お、スラーここ。スラここ。わあ、わあ、いたいたいた。ちょっと安心するパターンのツボック。まあ、ガンガン行こうぜじゃないとメラミはやらないんだ。稲妻も結構ガンガン行ってるけどね。あくまでも単品の火力が一番高いやつをやるっていう感じなのかな。ただ呪文使わないからね。うん、そういうことです。呪文使わない以上そうだよな。いや、それしかやりようがないっすよね。何言ってんだこいつはと。何テッシー言ってんだと。呪文使わねえんだから、それしかねえだろ。そういうことです。そろそろ、もう、ボスですか。ここですよ、多分。ファンファン言ってます。東大タイガーみたいなやつがいるんだろ。はい、来た。あれ？いないよ？おお、やつがいねえぞ。外に餌でも探しに行ってんのかな？え、飛んでるタイプ？それとも、オイラたちに恐れをなして逃げたのかな？ない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 。やーい、腰抜き目。悔しかったら姿を現せ。わあ、本当に来た。あ、あんたたち、後のことは任せたぜ。いい性格してるわ。ほんとね。
わ、空飛んでる。ブオーン的な、ブオーン的な。でもちっちゃい、ちっちゃいブオーン的な。で、回復はさせてくれるという。まあ、ちっちゃいブオーンだから、あれ？グルルルガー。この画面で見るとでかいんだけどさ。ちっちゃいのよね。何？ギガミュータント。まあまあまあ。でもこの作戦はもうガンガン行こうぜで多分大丈夫でしょう。もう決まってんのよ。やることは決まってんのよ。カモメ返し。なるほどね。待て待て待て。早い。ちょっと一瞬早かったぞ。どういうことだ？凍りつく息。なんか一瞬ダメージ早かったよね。ちょっと待て待て待て。待て待て待て。ダメダメダメ。回復しよう回復しよう。で、ガボが今一番早かったよな。こう。ん？じゃあ、呪文よ。回復よ。ベホマベホイミかな。おし、まあまあ間に合ったと。一瞬なんか凍りつく息が早かったけど、あれなんなん？ドラクエ2のザラキみたいな。ブリザードマンのザラキ。テッシー回復じゃ間に合わんすね。いやでもこれは妖精の剣で一回上げないとダメよ。メラミやってたよね。デコイミで間に合うから。ただガボの MP が少ない。あれなんか冷たい息となんかコンボやばかったよね。え、押しつぶしたやつがやばいのかな。え、どうなん？どう、まあまあまあ、いいっすわ、いいっすわ。ツバメ返しやってたよ。あ、カモメ返しだ。ツバメ返し勝手に作んな。勝手に作るな。いや、でもカモメ返しで、30いくつでしたっけ？冷たい息がめちゃめちゃなんかダメージ最初入ったよね。あれなんだった？あれ幻？幻よ、冷めないで。まあ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 、うん、あ、やべえ、攻撃しちゃった。まあいっか。ルカに入ればでかい。祝福。カモメ、カモメ？こう、ん？攻撃とマリベルがダブル攻撃食らうとちょっときついのか。装備じゃねえ。ここらで一回ぶち込んどいて回復して、カモメだと。凍りつく息か。これが強かったんですね。くぅ、あぶねえ、危ねえと。魔法使い、これが怖いんですよね。これがあるからなかなか。凍りつく息ね。凍える吹雪じゃなかったわ。凍りつく息、それがやばい。いや、まだまだ。まだまだいけるわよ。まだまだ余裕ですわよ。こっちは僧侶マスターしてるから。よし、いいですわよ。大丈夫か。ちょ待って、テッシー、違う違う、メラミメラミメラミってこう、メラミってこう。あれ？あ、ダメージか。おい、薬草っすよ。これ薬草っすよ、ここ。
クロートの薬草ですよ。よし、オッケー、マリベル完璧だと。ここはもうガチガチで凍てつく波動とかやってこないんでね。ただもう次凍りつく池でしょ、このターン。このターン凍りつく。ああ冷たい。あ、まだ来ないっすね、まだ来ないと。ただもう来ると思うんすよね、もう来ると思いますよ。これは凍りつく息、このターンで多分来る、多分来るから、これ逆にテッシーマリベルやっといて、でメラミカモメか、多分これで来るんじゃない。凍りつく息、やばい、これはこのコンボ、このコンボ、まあまあまあ仕方ない、まあ仕方ない、まあまあまあ大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫やから。もうみんなザオラル使えんのよ、こっちは、こっちは使えんのよ、使えんのよ。リテッシは相変わらず硬いと。よし、これ結構ザオラルなかなか確率高くなってる、もしかして7割ぐらいの確率で効く、そんな気しません。もう貴様の動きは見切ったんだよ。次凍りつく息をね、もう見切ったわ。というか、もうスカ、まあというかとか、スカラやってもあんまり意味ない、正直。やってこないだと。貴様一旦ずらしやがったな。やるな。でもこっちはもうダメージ入れていくから。これも凍りつく息1手目の可能性あるな。あ、倒したね。オッケー。あ、そういえば、ね、魔物の生息図みたいなやつあったな。え、大丈夫？いや、まあそうやるけど、オイラたちも。いや、できねえんか。よっぽど嬉しかったんでしょうね。魔物の生息、これか。何も起こらなかった。魔物の住処について書かれたもの、どういうことだ。なんかゴスペルリングっていうやつが手に入るみたいな情報は一番最初に言ったと思うんですけど、プレステだけなのかな。ね、最初まあプレステで出て友達がそんなん言ってたけど、それと関係はしないのかな、どうなんだろうって。いやでもこれよくできてるよね、こうやってショートカットできるようにしといてくれるっていうのはね、素晴らしいよ。こいつは違う、スラッジではない。おう、スラッチ。おう、あんたたちか。よくあの怪物を倒してくれたな。おかげでこれからは安心してここで暮らせるよ。ありがとな。あ、これだけか。すごいやーと。いや、いいよ。思い出。お前たちの思い出ができたから。よし、行こう。ここでリレミとやる意味ある説っていう、行った方が早いっていう。
玉石、ああそこも行かないといけんか。一旦もう目の前のお使いが大事。倒してきたよんと。ういーす。あーこっちか。倒してきたよ。さっさとよこせと。いやいや、その前に石板。おい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 、あれ置いてってくれたとか、そういうことじゃない。でもファンファン言ってるよね。あでもファンファン言ってるだけだから、ちょ待て、えこの壺調べられんの？あ、ダメなんだ。これやばいな、これ。この壺調べられないって相当やばい。絶対馬のハン入ってるわ。まあいいや。そうそう、忘れるとこだったわい、みたいな感じで。ない。バカな。あ、違うわ。伝言は聞いております、どうぞお通りくださいのタイプだ。いやかなりもう石板が集まってきましたよね。これまたすげえいける、めっちゃいけるわこれ。いや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 、ちょい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 、何も言わねえな。何も言わねえな。もう一回塔行くのかな。街を出ようとすると言われたり。え。いやまあ行くとこある、まあ分かってるからいいんだけれども。ああでもまあまあでもじゃない、あの。職業そろそろね変えるから、マリベルをどうするかだよな。まあでも下級職みんな次武闘家でもいいかもしれんね。メラミは強い。もう一回行くか。ついでに戦えたら戦って、これは魔法の絨毯の方が早いか、どうだろう。この微妙な距離だよね、微妙なんだけど魔法の絨毯の方がいいかな。ここは良かったのかな。おお大丈夫だったかと。え、話が違います。いやスラッチよ、それスラッチなのよ。テッシッチだよ。知り合いなのかい。はい、悪かったなと。失礼な。いや分かんねえから見ただけじゃ。いやいや、もっと友好的に。そうだよ、アズモしっかりしてるわ、アズモファン。おかしなことをする、どうでもいいかと。いやだからまあ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 、まあそこはうまくやってる。まあまあ確かに厳密に描くとするとそうなるんだよな。まあ確かに今までのファミコンとかだともう勝手に調査してる、できてるだと思うんだけど、
テッシーさんたちのおかげで研究がはかどりますっていう風になると思うんだよ。ていうか普通にいるよ、魔物なってると思うんだよね。ただスラッチ確かにアズモフのこと知らんしっていうね、そういうことなんですよね。厳密に描くとスラッチから襲撃、そうね、受けてもおかしくない。あ、でも細かいとこよくできてるね、そういう言われてみると。時間がねループしてた時も誰でしたっけ、またほら名前出てこない、あの女の子がもう転ばないようになってるとかね。ここが怪しいか、どうだ、いいないと、あ、いた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 、そうだよ、先に渡せよ、ふざけんなよ、ふざけんなよ。ベックは、ベックはどこ行った、いたわ。まあまあまあいいだろう、まあ許す。これでなんか、でもさ、これもさ、手紙とか本当はもらわないと、ハーメイ、あの地下の兵士が、え、そんなこと聞いてないよっていう風になるからね。細かく言うなら。でもまあ大丈夫だと思いますよ、さすがに。そこはさすがに大丈夫でしょう。そういえば手紙を渡してなかったですねとかさ、いや、いい加減にしろよってなっちゃうからね。ああ、言っただと、ああ、いや、そう、証拠があるのかってならないのかね。嘘ついてるかもしれないですから。なんだこれ、ロボットか、お掃除ロボ。よし、命の木の実よく手に入るわな。 HP がすごい、ものすごくなってきてる。素晴らしいね。じゃあ結局、まあ、石板をはめていくのかな、もう。そういうことですよね。そういうことになっちゃうんですよね。絨毯でいけ、ここ絨毯、いや絨毯、絨毯でいけるところがもう情けですか、どうですか。謎の神殿行っちゃうとちょっと地図が見れないんで、一旦そうね、まあ行ったか。え、行けてないとこってってなんかあります？ある、あるじゃん、あるじゃない、一箇所、確実の場所、確実にねえ行ける場所あったじゃない。ここ来てよかった。ここ、あれ、ちょっと、え、こうなっちゃうんだ。そこ、そこ行きたいのよ、魔法の絨毯で。いやー、なるほど、魔法の絨毯でこの状態からはいけないと。いや、そこいけるかなって思ったんですよ。そういうこっちゃないんだね、もう、もうフィールドが違うからと。フ
フィールド違いますせってなるのね。くそ。まあ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 、わかる。それはわかる。ここも結局いけないか。あ、でもなんか、ああ、でもガーっていけない風になってるね。回ったか、ここはいけないって。ここはあの船が置いてあったとこで、ん？じゃあここ行けそうだか。あ、行けるね。行けたね。行けたけど、ここあれだろ？元の神殿でしょ？怖くない？大丈夫？あ、ここにもある。あの像があるとこよ。へえ、全然読めないけど。あれでもここ歩いて、でも歩いて来れないよね。そうよね。このダンジョンの曲は変わらないんだね。こっちは特に。でててんててて。肝心の顔が壊れてる。あ、目がなんかやっちゃったからか。中へはタダで入れる。うわ、すげえちゃんとした作りになってるわ。ちゃんと作っちゃってるわ。商売しちゃってるよ。そっち系の商売を。ここ2階か。え？はあ。黒い鍵がなんか関係あんのか？そうするとねえ、なんかもらったから。あ、この扉ね、の扉ダメよと。なるほどね。怪しいな。お、どうした？あー、なんで、なんで出してくれないの？なんで出してくれないの？なんか中央の階段がなんたらかんたらっつってた。まあ、ここを治めてる人ですよね。このジグザグ。あ、すげえ、ファンファン、ファンファン言ってる。ああ、いるぜ、いるぜ。こっちかな？こっちから来てかな。なるほどね。早速いただきましょう。こりゃ持っていっちゃいかんみたいな。そんなことは言わない。ほうほう、化石あるね。あー、出たばかりの化石じゃと。ティラン、ティランよ。ティラティラティランですよ。 OK。 あとはこの人と。おー、これ見れないのがちょっと残念よ。あとは一番上か。だけモンスターが救ってたとこをこうやってねえ行けるってなるとちょっと感動だね。お、まあまだ、あ、ここで顔が、あ、壊れてなくない？でも壊れてないよ。あ、ここ、はい、違う、ここ出てきたとこ。まあ奥行きが見えないと。
オッケー、じゃあどうします？もう行けるとこないよね。ハーメリア、リートルード、魔法の絨毯で、そうよね、行けるそうなところは一通り行ったので、そうね、じゃあ石板埋めに行きたいと思います。テッシーでした。失礼します。